以下の10種類のシナリオで会話を練習しますこの動画には複数の言語バージョンもあります説明ボックスに表示されている他の言語チャンネルからも見つけることができます早速練習を始めましょうダイアログ1私はアメリカ出身です こんにちは、アンナ。あなたはどこの出身ですかこんにちは、ジョン。私は日本出身です。あなたはどうですか私はアメリカ出身です。私はもともとカリフォルニア出身ですが、ニューヨークにしばらく住んでいます。それは面白いです。ニューヨークに来たきっかけは仕事でここに引っ越したんだ。 私はグラフィックデザイナーで、ここにはたくさんの機会があります。なるほど。ニューヨークには行ったことがないが、ずっと訪れたいと思っていた。絶対来た方がいいですよ。やることや見ることがたくさんある素晴らしい街です。ぜひそうしたいです。たぶんいつかまあ、もしそこにたどり着いたら、私に知らせてください。 行くべき場所ややるべきことについていくつかのヒントを与えることができます。それは素晴らしいでしょう。そしてもし日本にいることがあったら私に知らせてください。案内してあげるよ。それは素晴らしいですね。はじめまして。こちらもよろしくお願いします。 ダイアログに、今日のビーチは素晴らしく見えます。うわ今日のビーチは素晴らしく見えます。あなたは何をしたいですかよくわかりません。何を考えていますか泳ぎに行ったり、ビーチバレーをしたり、砂の上でリラックスしたりできます。 まず泳ぎたいと思います。水はとても魅力的に見えます。素晴らしいアイデアです。人泳ぎに行きましょう。シュノーケリング用具を持参しますかはい、シュノーケルとマスクを持ってきました。面白い魚がいるって聞いたよ。それはすごいです。泳いだ後は、あの海辺のレストランで昼食をとることができた。 私には良さそうですね。どんな料理を提供していますかシーフードのオプションはたくさんありますが、ハンバーガーやサラダもあります。フィッシュタコスは素晴らしいと聞きました。うーん、私はフィッシュタコスが大好きです。試してみましょう。パーフェクト。昼食後、ビーチバレーをすることができます。 わかった。でも警告するよ私はかなり競争心が強い。ははは挑戦する準備ができています。ゲームを始めましょう。計画みたいだねこれらすべての楽しいアクティビティを提案してくれてありがとう。もちろん。ビーチに来るといつも楽しい時間を過ごします。あなたにも楽しんでもらいたいです。 ダイアログさん、何を注文するか決めましたか何を注文するか決まりましたかまだよくわかりません。メニューを見ていますが、選択肢はたくさんあります。うん、言いたいことはわかる。ずっとステーキに注目していたんですが、シーフードもすごく美味しそうです。 パスタを買おうと思っています。私のお気に入りの料理の一つです。それは良い選択です。前にここで食べたことがあって美味しいです。どのタイプのソースが欲しいですかアルフレードソースでいこうと思います。あなたはどうステーキとシーフードのどちらにするかまだ決めていません。 どっちを買えばいいと思うまあそれはあなたがどんな気分かによります肉と魚のどちらが好き正直なところ私はどちらでもいけます焼きさを食べようと思いますそれは健全な選択です一口食べなきゃいけないかもははぜひ試してみてくださいねい 前菜も分けますかそれはいい考えだここのブルスケッタは本当においしいって聞いたよパーフェクトじゃあ早速注文しましょうすみません注文したいです <noise> こんにちは。 何を注文するか決まりましたかはい、サーモンのグリルとブルスケッタの前菜を分けたいです。アルフレドソースのパスタを食べます。素晴らしい選択肢。それ入れてあげるよ。他に何か飲み物を持ってきてもいいはい、私はビールを飲みます。そして彼女は白ワインを一杯飲みます。 素晴らしい。まもなく食事を用意するよ。ありがとうございます。ありがとう。ここの料理を試すのが待ちきれません。すごいですね。私も、夕食にここに来ることにしてよかった。 ダイアログ4、どの映画を見たいですかアンナ、どの映画を見たいですかわからないけど、何を見たいですか新しいアクション映画は本当に良いと聞きました。アクション映画は好きですかそうでもない。私はロマンチックコメディが好きです。 出たばかりの新しいロマンチックコメディについて聞いたことがありますかいいえ、していません。どんな内容なの親友と恋に落ちる女の子の話ですが、彼はすでに関係を築いています。本当に面白くて心温まるはずです。それは面白そうですね。たまにはロマンチックコメディを見ても構わない。 素晴らしい。じゃあそれを見に行きましょうもちろんですが新しいスリラーは本当にサスペンス的だとも聞きました代わりにあれを見たいですかそうでもないスリラーは好きじゃない彼らは私に悪夢を見ますさて結構ですじゃあロマンティックコメディを見に行こう。 わーい、とても興奮しています。オープンマインドでいてくれてありがとう。もちろん、映画も楽しんでいただきたいです。チケットを取りに行きましょう。ダイアログ後、電動工具を探しています。 こんにちは。家の修理に役立つ電動工具を探しています。正しいものを見つけるのを手伝ってもらえますか問題ありません。どんな修理を予定していますか緩んだネジを修理して、軽く穴を開ける必要があります。何をお勧めしますか 軽い穴あけやねじ切りには、コードレスドリルが最適です。ブラックデッカー最大 20V、秒尾 18V、ワンプラスなど、いくつかの異なるオプションをご用意しています。それは素晴らしいですね。カットが必要な場合はどうしたらいいですか木の板を切るなど、簡単なカットが必要な場合は、ジグソーパズルが最適です。 ボッシュやデフォルトなどのブランドの素晴らしいオプションがいくつかありますなるほど金属やコンクリートなどの厚い材料を切断する必要がある場合はどうでしょうか厚い材料の場合はレシプロ層が最適です強力なモーターを備えており金属、木材、さらには石材を簡単に切断できます ミルウォーキーとマキタの素晴らしいオプションがいくつかありますご協力ありがとうございますとりあえずコードレスドリルから始めて必要に応じてジグソーやデシプロソーに戻ってくると思います素晴らしい選択です他に質問がある場合やニーズに合ったツールを見つけるのに助けが必要な場合はお知らせください ダイブロックこのカーニバルは素晴らしいうわこのカーニバルは素晴らしいですすべての乗り物やゲームを見てください知ってるとても楽しいですどの乗り物に最初に行きたいですか観覧車はいかがですか 上からカーニバルの素晴らしい景色を眺めることができます。それは良い考えのように思えます。確認してみよう。あ、観覧車がいっぱいのようですね。私たちは今何をすべきか。ジェットコースターを試してみませんかかなりエキサイティングですね。 わからないけど、ジェットコースターはちょっと怖い。さあ、怖がる猫にならないでください。楽しくなりますよ。よし、大丈夫。やってみましょう。ダイアログ7。YouTube で人気のヨガインフルエンサー。 皆さんこんにちは YouTube で人気のヨガインフルエンサーアンナと一緒に来ました今日は初心者向けのヨガのポーズについてのビデオを撮影することに興奮していますアンナこれについてどう思いますかみなさんこんにちは気分がいいです 今日は初心者向けのヨガのポーズを皆さんと共有できてとても興奮しています。すごい。アンナ、このビデオに期待できることについて少し教えていただけますか承知しました。このビデオでは、初心者に最適な基本的なヨガのポーズをいくつか紹介します。 また、適切なフォームや配置のコツや、必要な方のための修正方法も提供します。素晴らしいですね。YouTube でヨガのインフルエンサーになろうと思ったきっかけは何ですか さて私は何年もヨガを練習していてその利点を他の人と分かち合うことにいつも情熱を注いでいます YouTube はより多くの視聴者とつながりヨガの身体的及および精神的な利点についての認識を広めるためのプラットフォームを提供していれます。それは素晴らしいです。では、視聴者にこの動画から得てほしい重要なポイントは何でしょうか 視聴者が自分でヨガの練習を始めてフィットネスレベルや経験に関係なく誰でもヨガができることを理解してくれることを願っています。また怪我を防ぐための正しいフォームとアライメントを学び自信を持って練習できることを願っています。 私のアドバイスは初心者向けのポーズから始めて適切なフォームとアライメントに焦点を当てることですまた必要に応じて小道具や改造をすることを恐れないでくださいそして最も重要なのは体の声に耳を傾け、必要なときに休憩をとることです,とすそして今日はたくさん時間を割いてくれてありがとうアンナ。 参加していただきありがとうございます。皆さんがビデオを楽しんでいただければ幸いです。ダイアログ8子供の頃の楽しい思い出を覚えていますかね 子どもの頃の楽しい思い出を覚えていますかええ、実際はそうです。私のお気に入りの思い出の一つは、家族と一緒にアウトドアレストランに行ったときでした。そして、ウェイトスタッフとウォーターファイトをすることになりました。待って、何それ,はすごいです、ね、それについてもっと教えてください。ええ。 本当に面白かったです。私たちはみんな外に座っていてとても暑い日でしたウェイトスタッフがお互いに水鉄砲っを吹きかけ始めいつの間にか私たちのテーブルにやってきて私たちも噴出していましたそれはとても楽しそうですね結局ウォーターファイトに参加することになったのああ間違いなくやりました。 兄と私はコップの水を何杯か手に取り、ウェイトスタッフに投げ返し始めました。それが大きくて馬鹿げたウォーターファイトに変わって、みんな笑って楽しい時間を過ごしていました。うわそれは素晴らしいことのように聞こえます。どんなレストランだったか覚えていますかええ、それは大きな屋外席があるメキシコ料理のレストランでした。 メキシコ料理が大好きいつかそこに行ってまたウォーターファイトを始められるかどうか見てみないとははそれは面白いでしょう久しぶりですがきっと楽しい思い出がよみがえります間違いなくその思い出を私と共有してくれてありがとう本当に楽しい子供時代を過ごしたようですね ダイアログ9、次の試験に向けて勉強するのに適した本。ジュディ、すみません。次の試験に向けて勉強するのにおすすめの本はありますか確かに、試験はどの科目ですか 歴史の授業用ですさて歴史についてはハワード人のアメリカの人々の歴史を絶対におすすめしますアメリカの歴史について異なる視点を提供する素晴らしい本ですそれは面白そうですね他の歴史書と何が違うのですかまあ 政治的経済的指導者の行動だけに焦点を当てるのではなく一般の人々の視点からアメリカの歴史を語っていますまた女性有色人種労働社会級の闘争など伝統的な歴史書ではしばしば省略されているトピックも取り上げていますそれは本当に洞察力に富んでいるように聞こえます読むのが難しいと思いますか 少し濃くなることもありますが努力する価値はあると思いますジヌは本当に魅力的な書き方をしていて有益で考えさせられるような方法で情報を提示しています OK 素晴らしいぜひチェックしてみます他に何かおすすめはありますか 私がおすすめするもう一つの本は、ジェームズ・ローウェンの先生が私に言った嘘です。高校の歴史教科書の多くに見られる不正確さや偏見を暴露する本です。うわそれは目を見張るものですね。自分の歴史の教科書には確かに偏見があることに気づいたので、読むのは本当に面白いかもしれません。 で、アメリカの歴史についての思い込みに疑問を投げかけ、批判的思考を促すのに最適な本です。試験頑張ってください。ご推薦ありがとうございます。感謝します。 ディアログ10、気分はどうですかジョン、気分はどうあまり調子が良くないし、かなり気分が悪い。それを聞いてごめんなさい。今日、医者はなんて言ったの 彼は私にその症状を和らげる薬をくれた。それはそれほど悪くありません。早く気分が良くなることを願っています。ありがとう、私も。追いつくべき仕事がたくさんあるので、本当に早く回復する必要があります。わかりました。体調が悪いと生産性が上がりにくい。十分な休息をとっていますか 私はできる限り休むように努めてきましたがやることがたくさんあると大変です難しいことは分かっていますが健康を優先することは本当に重要です気分が良くなれば仕事に追いつくのがずっと簡単になりますそうだね 私は自分の面倒を見ないといけないすぐに気分が良くなることを願っています。きっとそうするでしょう。それまでの間、何かお手伝いできることはありますか実は、私のために食料品を買ってくれたら本当に助かります。人前に出て、他の人を病気にする危険を犯したくありません。 もちろん、喜んでお手伝いします。リストを送ってください。私が処理します。どうもありがとう、本当に感謝しています。どうもありがとう、本当に感謝しています。全く問題ありません。ただ良くなることに集中して、他に何か必要なことがあれば教えてください。

他の言語のチャンネルも説明ボックスにあります。私たちのチャンネルの動画をもっと見て。